主様お頼みしたいことがございます狐と修行してまいりました小狐丸復帰いたしまする なでられると毛艶が良くなります。剣はこう握ります昔から小の方が上にあるものなのです小吉しかり小ギツ丸しかりせめてよい夢を主様戦列に剣が加わりました隊朝食拝命いたします これで上を目指せます狐を飾るのはいいことです強くなりますではゆるりと出陣してまいりますうん拾うのは嬉しいゆるゆると戦いますか余裕こそが大事大事行け狐たち では、ゆるゆると踊りますかものすごく痛いですよ痛いですようんいけませんな殴られましたかギャや,やれ、傷やが悪くなってしまったこの姿虫様にも見せぬのにな 狐ですが、野生ですゆえ。まあ、こういうこともあります。この傷までも愛されますか。主様の顔が険しくなるのも好かぬゆえ、幼して参ります。大丈夫。すぐに戻りますゆえ。真打ちとやりあえるとはな。 狐と踊ってどうなるか。とくとご覧あれ。任務が終わったようですね。今のところ、成績はこの通りです。金は天下の回り物ですが、回るだけではいけません。新たな仲間ができました。装備品だそうです。すべてはとろけて一つになるのだ。 お主虫様さすがの気遣い差し入れでございますか遠征部隊が戻りましたどれねぎらいましょうゆるりと行ってまいります役目を果たしました元気だったか馬よ馬もかわいいものです狐ほどではありませんが 油揚げは豆腐をあげますがその前は大豆ですそして今大豆を育てる枝豆もいいですなハはは、<laughs> いい目をしておられるいやいい汗ではあった名刀小ギツネ丸これよりわが物語はこの主のもとでつむがれる さあ歌い踊りましょうぞ主様就任1周年でございまするこれはめでたい主様就任2周年でございますさすが私の主表情もいつの間にかキリッとされて主様主様 ついに就任3周年記念日ですぞささここへどうぞ主様今年もこの日がやってまいりましたないやいや就任4周年ともなると堂々とした立ち振る舞いいや主様もついに5周年目ですねええー、どうぞ。 いくらでもモフモフしてくださいますればおおおかえりなさいませささ主様。毛づくろいをお願いできますかゆるゆるメイドに行きますゆえ 主様は追いついてこぬよう。